って、おい、いて、おい、あ、はいはい、おい、どこ歩いてんだよ、邪魔だよ、いて、あ、大丈夫でしょ、大丈夫じゃねえよ、いてっつってんだよ、お前、何してくれてんだよ、おい、あた、あた、あ、おい、あ、はい、こっちだよ、お前、どこ歩いてんだよ、邪魔だよ、大丈夫ですか、大丈夫じゃねえよ、いてっつってんだよ、あ、何してくれてんの、すいません、おい、おい、はい、行っていい、どこ歩いてんだよ、大丈夫ですか、大丈夫じゃねえ、邪魔だよ、ちょっと目が見えなくて、あ、目が見えなくて、目が見えない、あ、はい、知らねえよ、んなもんだったらぶつかっていいのかよ、あ、そういうことだよ、そういうことじゃねえんだよ、だから言うなよそんなこと、あ、おい、ろくに歩けねえんだったらお前街出んなよ、お前出歩くなよ、お前、お前何のためにこの棒持ってんだよ、お前言えてんねえよ、だったら歩けねえんだったらお前これ持ってても歩けねえんだったらよ、邪魔だよ、お前毎日迷惑だろうがなあ、ごめんなさい、じっとしてろよ、家で、家いるわよ、分かってんだから、はい、あ、はい、あ、聞こえない、何のために持ってんだよこれ、おい、これだよ、あ、なんだよこれ、何のために持ってんだよ、歩けてねえじゃねえかよ、ごめんなさい、あ、てかお前なんだよさっきからよ、お前被害者ずらしやがって、いや、そんなことはない、そんなことはない、俺が悪いの、ごめんなさいじゃなくて、いてえっつってんだよ、あの、おい、目がちょっと見えなくて、あ、目がちょっと見えなくて、知らないんだけど、あ、だったら何、目見えないからぶつかんのかよ、おい、すごい、てかお前さ、あ、お前この棒持ってたらお前歩けんじゃねえの、お前これ、あ、いや、何のために持ってんだよこれ、おい、歩くために持ってんじゃねえの、お前これは、おい、何してんすか、あ、歩くためにこの棒持ってんじゃないの、お前、はい、なあ、はい、あ、はい、じゃあなんで歩けねえんだよ、すいません、どうしましょう、はい、どうしましょう、いや、この人がなんかぶつかってきたんですよ、ああ、そうなんです、あの、でもあの、多分目見えないからしょうがないじゃないですかね、はい、歩けねえんだって意味ねえじゃんこれ、ちょっと何してるんですか、はい、大丈夫ですか、あ、はい、この方、目が不自由なんであんまりそういうことをしないでください、そういうことって何ですか、蹴ったりとか、もう目見えねえやつ何言ってんのって、だから話してるんですって、どう見ても違うじゃん、じゃあ目見えないんだったら家から出なきゃいいじゃないですか、あの、多分、でもだからといって、でもあのほら見えない人にやるのね、あ、まあこれ蹴っちゃうのは良くないです、俺が悪いの、あ、どっちが悪いとかじゃないんですよ、いいじゃないですか、もういい、もういいじゃないですか、だからね、いいじゃないですか、いや、まだ謝ってもらってないんで、いや、だってこの人だって自分からぶつかってきたわけじゃないじゃないですか、だってじゃあ俺がぶつかったってこと、いや、たまたまだと思いますよ、たまたまだから、どっちも、あなたもスマホしてましたよね、ん、歩きスマホしてましたよね、はい、この方が悪いとは思わなかったんですけど、じゃあ俺が悪い、いや、ちょっとよくは見てなかったですけど、あんまり目が不自由な方責めたら良くないと思います、良ければ良かっただけじゃないですか、いや、だからだったらそんな前見れないんだったら家出なきゃいいんじゃないんですかって話をしてて、今前見えてないのはあんたですよね、スマホ見ながらだった、避けられたでしょ、なのに避けてないんでしょ、家から出なくていいのはあんたの方ですよ、こういう人いたら、まあ、あの、いいですよ、別になんか助けようとしなくてもいいですけど、もうそうだったらそうなったでスルーしてもらった方が、多分お互いのね、今この時間無駄ですし、ちょっとこの場は収めてもらってね、あのね、本当はね、助け合わなきゃいけないですし、みんなこういう人いたらなかなか僕できないですけどね、まあ、はい、そうですね、ごめんなさい、本当すみません、なんかね、お時間取っちゃって、ちょっと YouTuber にさせてみて、もしぶつかっちゃってたとしても目が不自由なんだから助け合うって大事じゃないですか、まあ大事ですね、助け合えば、なのでもう二度とこんなことしないでください、YouTube の撮影をさせていただいておりまして、はい、目見えてぶつかってきたのそっちでしょ、え、俺がぶつかったことになってるんですか、いや、どう見てもそうじゃないですか、あれ、はい、すいませんでした、ごめんなさい、気をつけます、そうですね、気をつけます、割り切ってなんかすいません、あ、いや、全然ありがとうございます、優しい人多いですね、この辺すごい
めっちゃ怖かったっす。あ、やべ、俺殴られんなと思って。そう、あの人ちょっと焦ったよね、なんか。やばいやばいやばい。あ、これ、あ、やべ、目がガチだ。いや、多分普段だったら、多分すぐ立ち去っちゃうんですけど、さすがに、これ、蹴っちゃったら、あ、立ち去ったらずっと心残っちゃいそうだなと思って、まあ、行きました、ちょっと。でもやっぱり私が行かなきゃ収まらないっていうか、もっとひどい喧嘩とかになっちゃいそうだったので行かなきゃって思いました。ちゃんとは正直見てなかったんで分かんないですけど、どう見てもぶつかってない人じゃないですか。ぶつかってきたのこっちなのにっていう、許せなかったっていうか、まあ力を添えられたらなっていう感覚がありましたね。そう、本当になんかでも泣きそうになりました。あれ、これ今日じゃないですよね。今日じゃないです。びっくりした。俺もさっき聞いちゃった。これ用でって。そう思っちゃった。たまたま持ってたんですよね、これ。そう、別の撮影で破っちゃって。いい街だな。助け合いですね。